どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐知らず銀賞駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。フェスで登場した新田ジョーカー鈴谷十三ですね。こいつを初めて使っていきたいと思います。で、この金木ですね、20年金木をどこに置こうかと思って、まあ、こいつを連れてくる理由なんですけど、まあ、いつものように駆逐相手の攻撃力を下げたいっていうのもまああるんですけど、重造がですね、自分のスキルで防御力を 0.5 倍にしちゃうんですよね。だからこれがちょっと心配で、そろそろ金木連れてくるのやめようかなとか思ってたんですけど、まあこの半減がある時点でこいつを入れなきゃいけないなということですね。で、一応保険として、ムツキですね、体力回復と、武器耐久値回復、まあ防御力アップを持ってるけど。で、有馬ですね。有馬はスキルで、2.5 倍のバフをかけてもらいましょう。ブレイクバーストは一応、重造も持ってますね。で、オール、相手の防御力を下げて、いきます。まあこんな感じですかね。まあオールもしかしたら一旦で飛ぶかもしれないですね、武器耐久値5なんで。まあその保険としてハイルを連れてきていると。はい、では行きましょう。重造を使うのは初めてなんですけど、まずオール打ちますか。相手の武器耐久は12ですね。でオールは武器耐久値削らないんで、まあこういう時初手で打てるからすごい使いやすいです。で重造がどれぐらい削ってくれるんだっけ。 7とかだっけ。7だね。7で、14連のダメージなんで、まあ実質8削ると、 8削って、それだと10個で1マスになってるか、 8.4 ぐらい削れるのか。まあオールでも今連撃入れてるから、まあ、9ぐらい削れるのかな。じゃあ残り2ってなって有馬でブレイクしなきゃいけないのか。まあ打ちますか、とりあえず。効率よくいきますよ。かっこいい、このバチバチバチってなる感じな。とりあえず重造に武器耐久値を貯めさせて、1212、今12入れたから12345678で1個削れるな。 OKOKOK。であと10だから3、4、5、やべ怖え、もうありまでいいや。オッケーオッケー、ちょ怖かったんだよね、ちょっとちきっちゃった。でありまでバフをかけて、オッケー、まあこんな感じですね。またオールを打って、で銃を撃ってみますか。今どれぐらい出たんだろう、全然見えなかったんだけど。もしかしたらこいつなんか前にさ、知らずって結構の頻度で駆逐来ると思うんだよね。オールで103万ぐらい今出たんだよね。で今重造で980何万出たんだろう、980万だよ多分あれ。で一応打って、効率よくいきますよ。あやべ、ちょっと待ってよ、金木に交代して、で相手の攻撃力を下げて、重造を出すか迷うか。僕だ。重造は単発ドカン1回なんで、なかなか火力は見にくいところはあるんだけど。僕だ。で重造に交代して、こいつの防御力半減が気になるね。まあうまくいけば1000万ぐらいは出るのかな。一応あいつが武器耐久値回復したんで、またさっきと同じ手順でいきますか。
ちょっと待って、これアリマがたまんねえ。アリマに試さす立ち回りをさせて、これでいける。 OKOK、 危ない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 。普通にアリマだけで連打してよいしょ。やってたらたまんなかったな。ちょマジ腰が痛いんだよ最近本当に。もうおじいちゃんだからさ腰が痛くてさ。じゃあとりあえずさっきと同じように重蔵に回していきますか。俺さ全くその原作のさ新たジョーカーが思い出せないんだけど、こんなさ両手にハサミつけてたかな。原作どんな感じだったかな。とりあえずこんな感じで、あいつがまだ多分本領発揮してないと思うんだよね。多分ねカグネ出してくるよねこれ。後半になると出してこないのかな。あの普通の、あこいつプレミアムの知らずか。フェスゲン知らずじゃねえんだな。まあ、毎ターン毎ターン武器耐久値を回復してくれてるからそれは助かる。銃蔵撃ちたいけどここで撃つとやばいから、でアリまでブレイクしていくと。まあブレイクに関しては別に銃蔵でやってもいいのか。同じバフの倍率だしな。まあありまでブレイクさせとけばすぐ銃蔵で撃てるから、まあこっちの方がいいのか。でオールを打って、いやこのオールマジで強いんだよな。あいつの防御力を 0.3 倍っていうのはガチでガチめに強い。要は防御力ダウンで有力なのが多分このオールだけだから、こいつはなかなか引いておくべきキャラ、必須キャラと言っても過言ではないのかもしれない。防御力ダウンだから別にフリー属性の時に連れて行ってシフトで後ろからちょこっと一回出すだけでもいいんですよね。どうです、これです、これです、僕は負けない、させない、僕は負けない。っていうかあれですよね、これ普通のクエストもこの視点にしてほしいですよね。で切り替えができるようにしてほしい。この駆逐視点と普通の通常クエストの視点、切り替えができるようにしてほしい。敵にお尻見せちゃダメですよ。すごいね、あのクリティカルが出るんですよ。こいつアビリティに確かクリティカルアップ入ってたのかな。最近あったよねクリティカルアップが入ってるやつ。あれ派遣だったかな、派遣ひなみだったかな。今見てたけどすげえこいつダメージ表記のあの数字がさクリティカルばっかだったから、ちょっと後で確認しようかな。こいつあれだね、なんかでもこいつ今ここあれだよね、月山のあのノロと戦う時のシーンだけど、これ普通のプレミアムのシラズなんで、フェスゲンシラズじゃないんだやっぱり。最近あのクインクスがスペシャルガシャでも登場しだしたから、サイコムツキ、今誰シラズか、サイコムツキシラズがまだ出てないのかな。ウリエが一番最初に実装されて、そろそろ出だすんじゃないかなと騒がれているところなんですが、これ望み通りか。まあ、最後は千手観音かマッチョかどっちかだ来ると思うわ。
ムツキはまた名前忘れたんだけど夕方クインテッドみたいなあのクイン家の名前を両手に持って髪が白くなった覚醒したムツキなのかな。アニメの時にさあそこの戦いが結構重要だったんだけど知らないからね死んでもってとこあそこをさうまいことどうしてくれるのかなと思ったけどまさかのなかったっていうあのまがまがしいムツキのさムツキの RC 値が低いのは一番コントロールできているからだ的なあの下りのとこあそこ結構胸熱というか好きなシーンなんだけど。僕は負けない。今のところ3億ぐらい出てんのかな。僕だ。あ、そう、今回のねあのフクロウ店長、俺多分ハイセは今回多分火力継承とかやらないんですけど、あいつグールン強くて、なんで俺今回駆逐じゃないわ、占領戦がグル側なんで駆逐の敵は人間なんですよね。なんで今回は多分ハイセ、スペシャルさんのハイセ使わないんですけど、店長の方ですよね。フェスゲンで登場したあれにエフェクトがついてなくて、攻撃エフェクトで、フェスゲンって絶対に攻撃モーションの変更、レベルアップとか熟練度上げたらね、熟練度上げると攻撃モーションの変更とあの攻撃にエフェクトがつくようになるんですよ。グールだったら赤いやつとか、あの操作感だったら青い光みたいなつくんですけど、ついてないんですよね今回の袋。多分運営の方のミスだと思うんだけど、フェスって基本的に全部つくっていうか、フェスの説明欄にも多分そう載ってるから、熟練度アップさせることで攻撃モーション変化みたいな、そういう説明が載ってるはずだから、絶対店長にもつくべきだと思うんだけど、そこがちょっと謎なんですよね。んで、最終ターン、こいつあれだね、毎ターン武器耐久値を回復してきてくれるから親切極まりねえな。あれやっと、んで、銃装撃って効率よくいきますよ。まあ、大体1000万だな。982万ぐらいは出たと思うから、まあ大体1000万でいいでしょう。おっと、しくった。シフトが1残ってるから誰を出そうかな。ハイル出すか。オッケー、フリタをね連れてこようかなとも思ったんですよね。っていうのもあいつ出血と麻痺ができるから、まあそれや麻痺させた方が、まあ、銃蔵が倒れないようなあれにできるかなと思って。オッケー、まあダメージ量としては4億3000万ぐらいなのかな。まあ、昔あったそのオーバーキル取れませんよっていう人はこの銃像を使うとオーバーキル取れますね。はい、ということで今回もダメージ、最後石10個までもらえる、石じゃねえわ、促進剤が2個だったかな。6000万、7000万、8000万、9000万で促進剤が1個で、1億で、あ、過去席10個なんだ。まあだから、結局その1億さえダメージは出せれば、ノルマというかチャレンジは達成できますよってことで、そんな過剰な あれはいらないと思います。で、銃蔵がこんだけ、ああ、オールもやっぱね、オールね、特攻かかってなくてもこれくらい出してくれるんですよね。1億、100000万、10万。
だから重蔵が2億ぐらい出して、2億5千万ぐらい出して、オールが1億6千万ぐらい。こいつマジで強いな。はい、ということで今回は、先月かな、先月のインボケフェスで登場した新田ジョーカー重蔵の火力検証でした。まあ、こんな感じで、重蔵は単発スキル単発1000万ぐらい出せます。今までの最高がちょっとどれぐらいだったか忘れたんですけど、はい、最高が800万ぐらい出せたのかな。というわけで、今回はこんな感じで、オールが強いのと新田ジョーカーの火力検証という動画でした。ではまた。